ever. Anyway, you've already come across expressions like 使ってもいいですか? May I use it? By inserting 見て into this, we get 使ってみてもいいですか? Meaning, may I try using it?小柳さん、これえ何ですか、これどうぞ、開けてみてください。まあ、開けてみてください。でもじゃあ、子供さん、開けてみてください。お願いします。あ、そう、じゃあほらね、やっぱり。あ、先生、先生、先生、これ開けてみてください。Today, we first saw how to say, "Please try doing something." And in some variations of this, we saw how to say, "Let's try," "Shall we try?" and finally,May I try doing something? If you need some more practice, how about trying the exercises in the textbook? Well, I hope you enjoyed today's program. Let's part for now by watching some scenes from episode 16 of Yan's story one last time. おばさん、おばさん、ヤンさん来たわよ。ヤンさん、ちょっとちょっと。あ、おはようございます。おはようございます。ヤンさん、お願いがあるんですけど。何でしょう。実はドイツ語の読み方がわからないんです。ドイツ語。ええ、これなんです。私たち太鼓を歌おうと思っているんです。毎年暮れに太鼓を歌う会があるんです。その会に春ちゃんたちが。ええ、出ようと思ってるんです。テープで練習してるんです。でも発音がよくわからないんです。ヤンさん、教えてくださいよ。お願いします。ええ、僕はドイツ語が苦手だからな。ヤンさん、そんなこと言わねえでお願いしますよ。え、おじさんも歌うんですか。ええ、毎日練習してますよ。ええ、でも発音が全然わからないんですよ。みんな横文字が苦手でね。ね、だからヤンさん、お願い。じゃあ研究室の仲間に聞いてみますよ。わあ、よかった。ヤンさん、よろしくお願いしますね。頼んだよ。ええ、じゃあこれお借りしてもいいですか。ええ、どうぞどうぞ。ヤンさん、よろしくお願いします。はい、わかりました。ダイネ・ツワウベル・ビンデン・ビデル・バスデ・モーデ・シュトレンゲ・タイルト。これどうする？シュトレンゲ・タイルト。あ、酒が取れないんで下駄がいるんですよ。酒が取れない？シュトレン下駄イルトです。あ、シュトレンゲ・タイルト。あ、いいですね。おはようございます。おはようございます。あら、何それ。あ、井上さん、ちょっとこれを読んでみてください。え、それを読むんですか。ダイネ・チャウル・ビンデン・ビデル。日本語を読んでみてください。ダイネ・ツァウベル・ビンデン・ビデル・バスデイ・モーデ・サケット・レンゲ・ダイルト。何ですかこれ。ベートーベンの第九の合唱ですよ。立ってみて。Deinen Zauber binden wie den Bastimoden strenger Deiter. ドイツ語に聞こえるでしょ。本当。でもどうして。近所の人が大工歌うんですよ。わあ、面白そう。私もやりたい。ええ、お願いしますよ。それがな、そうだよ、春ちゃんに。ええ、
場所は家の近くのお風呂屋さんです。遅い。分かってる分かってる。今から始めようと思ってるんですけど、ヤンさん何時頃？そろそろ出ようと思ってるんです。30分ぐらいでつけると思いますよ。ええ、はい、わかりました。それでは皆さん、一緒に読んでみましょう。やってみよう、やってみよう。こちらの方へちょっと集まってください。それでは皆さん、みんなで読んでみましょう。いいですか？1、2の3。来年